えっと、前回は、えー、複素数の反転の話を、えー、ヌースロジーで用いる人間の内面と外面という概念に照応、えー、させて、えー、ちょっと解説したと思うんですけど、えー、今日は、えー、この人間の,の内面と外面という概念が、えーまあ、人間の無意識構造を作る上でどん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 こう有機的にね 構造化されていくんですけどその最初の段階の話をちょっとしてみようかなというふうに思っていますえっとまず前回ちょっとどういう話をしたかというと、えー、こういう話だったと思います、えー、このブルーで示された部分これを人間の外面と呼びここの矢印で出てきた部分ねここに、えー、持続が、えー、存在している 純粋の世界があるといいう言い方をしました、えー、そして一方このレッドで示された部分これを、まあ、人間の内面と呼びここには、えー、時間が主観して、えー、ごめんなさい虚軸が主観、えー、してこういうふうに伸びていて、えー、次々とこう契機していく時間として、えー、表されているんだという言い方をしましただから次々と契機していく時間は、えー、次々と このの、えー、持続の中に放り込まれていって、えー、このずっと無限の時間がここに流れていくわけだけどもそれは次々にここに入っていくという話をしたわけだよね。でまあここは持続があるからそういった意味じゃ精神の世界と呼んでいいしこちらは契機していく時間だから我々が時空と呼んでいる場所でここは物質が存在している場所。 とといいいううよなな言い方になると思います。人間の外面とは精神の世界で人間の内面というのは物質の世界であると。でこれまず非常に面白いことに気づくんだけど普通僕らは、えー、自分のことを主体、えー、と呼んでるわけだよね。でこの図で言うとねこれもう外面が、えー、縮まった世界だから えー、正確に内面にいる自分の位置を書く,、えー、書くとするとこういう感じになると思います。こういう感じです、えー。内面にいる自分はもう要するに主観して何かここに物があったらここに物を置いてみましょう。よいしょ。こう物があったら物の外側に、えー、飛び出してここに私がいると普通思っていますね。 ところが物の背後の奥行きはずっと縮んでいて、えー、さっき示した、えー、このミクロの10のマイナス3乗センチメートルのところまでプランクスケールのところまで縮んでここにいるわけです、えー、で我々はこれを自分だと呼んでいるそしてこちらの世界前に見える世界を物質世界というふうに呼んでいるわけですね主体が こちらで物資世界はこちらににあるという,ふうにでも奥行きが主体の場所だということが分かるとその関係が逆転することが分かりますつまりずっと入ってきてこの奥行きのとこちょっと物消しちゃいますねえー、奥行きに私がいるわけですから当然この前が。 えー、ここでは潰されて表現されてますが見えている前の近く正面の世界が実は主体で、えー、自分が存在しているこちらの、えー、ものの手前側に自分がいると思っている世界は客体世界であって主体世界ではないつまりこちら側が主体こちら側が客体になってるんだけど今僕らはこちら側が主体でこちら側が客体と呼んでるとんでもない話。 ことになっているわけでね逆さまになっているでヌースではこの位置を変えなきゃいけないということでこの最初にや,やるこの位置の是正認識の位置の是正のことを位置の交換と言います、えー、こうやってここが人間の外面が存在しこちら側が人間の内面が存在するというふうに分かった時、えー、これは位置の交換が起きたということになります。 えー、ヌースででう意識進化の第一歩です今その一歩について、えー、解説をしていると思ってください。さあそういった意味で、えー、奥行きに持続が息づいてそれが小さく縮んでいるということが分かってくると自分の存在する位置というのをここに感じるようになってきます持続の場所です。 でここでちょっと象徴的に分かりやすくするためにシンボリックに、えー、自分の位置として無限炎点が縮んだところに、えー、身体の、えー、像を置きましょうこれは肉体の意味ではありません肉体の意味じゃない、えー、とりあえず主体をシンボリックに表しているというふうに思ってください、えー、無限炎点に、えー、自分がいるんだけどもそれがずっと縮んでここに自分の位置が入り込んでいるという意味です そして死体全体の記憶はここにある、えー、これはシンボリックな位置表示だというふうに思ってくださいさあこういう形でえー、外面が、えー、分かってくると、えー、感じてくるんですが、えー、当然このえー、プラスアイにある自分の位置っていうのは無限遠点に多分縮まってきてるわけですから無限遠点に自分がいるならこちら側の、えー、マイナス ね、こっちの無限円点にも自分がいるということになりますえー、無限プラスの無限とマイナスの無限というのは無限円点でつながっていますからとなるとこちら側のマイナス I のところにも、えー、自分を置いていい意識上の自分ね精神としての自分ですこういう関係になってきますえー、ちょっとずらしましょう えー、こういう関係だね。でここで図で大事なことはこの見方で大事なことはこのプラスアイとマイナスアイというのはこの複素平面上では直線のように見えているんだけども実はその意味合い的にはこことここはつながっているつまり同じとこだということです。ここまでずーっと と入るとここはもうここになっていてまたこう入るとまあこう円環状に繋がっているということですね。ただ複素平面の虚軸上ではこのように特殊な形で表されるんだという風に思ってください。ちょうどまあ,あの日本のわらべ歌にもあるようにえ後ろの正面というのが明らかになるという感じなのかなこれはねえ自分の真後ろは 実は正面に見えているんだよ後ろの正面だあれというやつですねそういう形でつながっているというふうに思ってください、えー、昔アインシュタインが冗談交じりに、えー、超高性能の望遠鏡で無限が見える望遠鏡があるとするならば、えー、そこに見えるのは自分の後頭部だといったような意味でもありますねここでで望遠鏡で覗くと後頭部が見えちゃう そういう構造がダイレクトにこのミクロ空間では実現しているというふうに思っていただければいいと思います。それで、えー、まあ普通はね、えー、僕たちはこちらが自分の主体の場所だと思ってるんだけどこれはどういうことが起きてるかというと前々回にも話したように人間は 見られることによってしか自自分の自我の我基礎を打ち立てられないよようにできてるんだよねそしてそこに創造的な自我のこう拠点というのを作っちゃうんだけどそれが自分のまとまった身体像、まあ、これはラカンの共造段階というところで赤ん坊だったらうだね、えー、半年から1年半ぐらいの間にそういう無意識的な段階を通るんだけどもそういうことを運命づけられているので、えー ここを自分だと見るのはあくまでも見られることによってここに自分を置いてしまうもっと正確に言うとここだねここに自分を置いてしまっているわけだそして実際に見ているこの近く正面の世界というのが主体なんだけどもそれに気づかないな,なぜならば人間は見られることによって自分の位置を、えー、まあいわゆるここに怒りを下ろすからこの怒りが外れない限り ここの近く正面が自が分だとということはわかりませんで大体みんな僕らは自我を持っているという状態はここを拠点にして、えー、自我の怒りを下ろしているので見られることによって自己中心というのを、えー、気づいているというに思ってください。というふうに思ってください。で位置の交換っていうのはその見られるっていうことをもうなしにしようと純粋に見ている世界だけに限ろうとそしてその見ている世界の中だけに 見ている世界の中にこそ持続があってそこに私たちの主体が存在しているんだということを、えー、まあ決行しようとそういうふうなことをやろうとしているというふうに思っていただけばいいと思うんだけどそれでまあそうやって人間の内面と外面という概念が作り出されているわけなんだけど問題は、えー、最初に言ったようにこれから 無意識構造が構造造が化されていきますえす、ー。この位置の交換によって人間の内面と外面が出てきたら次に位置の交換からのっていうのはどういうことかというと今度はこの内面と外面というふうに次に分かれた関係を「投下」これは等しく化けさせるっていう,んだけというふうに書くんだけど「透過しよう」と。 統合しよううということですこの2つの二元性をねそしてその統合に使われるものが、えー、次の精神ということになるんだけどそれは何かというと回転という働きです、えー、ちょっと回転させてみましょうアニメーション作りましたこういう形で回転しますちょっと呪いけど回転してますね でここで見てわかるのは何が起こっているかというと、えー、ブルーだった部分と赤だった部分が最初ありましたけど、えー、ブルーの方は、えー、最初グレーで描かれていた部分を全部青に変えようとして、えー、回っていると思ってください。えー、つまり、えー、人間の内面として視観していた空間をも、えー、収縮として ブルーの精神の領域に変えようとしているような働きですでその透過されるのはいいんだけどもそうやって透過で全部が青になるのはいいんだけども青にこれが全部塗りつぶされていくと同時にまあアニメーションでも分かるように今度は内面側も向こう側のグレーの部分を赤に変えていくような働きが起こりますこちらの赤側の働きを中和と言います だからこの円が全部ブルーになるように、えー、回る精神の働きを一の透過と呼び、えー、その外部単円の外部側が全部真っ赤に塗りつぶされることを一の中和というふうにヌーストロジーでは呼びます、えー、ちょっとそ,ううそれがじ、えー、実行された状態をちょっと図にしてみましょう、えー、こういう感じですね これが外面が全部体炎の内部が外面に塗りつぶされた形そして内面が塗りつぶされ赤に塗りつぶされた形がこういう感じですここできれいに内面と外面が胎円を境界にして内と外で分断されますこれが一の十0日の領域でこれが一1の 中和の領域となります、えー、ここは全部精神が、えー、支配して今度はこちら側が物質が支配するという世界になっているわけですねでこの単円というやつなんだけどこれすごい重要なものですね、えー、ヌーソロジーでもものすごく重要なんですけども数学の世界でもすごい重要です、えー、数学的に単円を表すと こうなってます、えー、オイラーの公式というので表されます、えー、単位のこう単位ベクトル1の長さを持つものがこう回ってる状況を思い浮かべてくださいそしてここに円が円環が築かれますけどもこれは、えー、オイラーの公式 e の iφ イコール cosφ プラス isinφ まあこれ φ、えー、普通教科書 θ でもいいんですけど、えー、そういう形で表される、えー 公式ででされるものですでこのオイラーの公式っていうのは数学のある種の、えー、イデア根本的なイデアとも呼んでいいものだと思うんですが同様に、えー、現代物理学の世界でも素粒子構造を表すためにはこのオイラーの公式、えーまあ、実際物理学では波動関数として表れてきますが。 えー、この構造がもう最も重要視されますつまり何が言いたいかというと数学というのは観念の世界のものと考えられていますで物理学というのは物質の世界ですでそこに共通してその根底的な存在として現れているのがこのオイラーの公式虚、えー、軸と実軸上の複素平面上で円として描かれるこの形 だとということですねだからヌーソロジーでも、えーまあ、ヌーソロジーはまさにここ今回った時にできるこの円のことを言うわけだけどもととてても重要なな、えー、意味合いを持ってくることになりますただしヌーソロジーの場合は単に数学的概念や物理的概念として表すのではなくて我々の意識もしくは認識としてこの円というのは何なのか。 ということに意味を与えていくことになりますがその話は長くなってしまうので、えー、次回に回しましょう。ということで今日はおしまい。